青森球技場のアビスパ福岡対ジュビロ磐田、前半終わって1対0とアビスパ福岡がリードしています。それでは現在の J リーグの順位表をご覧いただきましょう。現在のところアビスパ福岡が6位、我々ファンの間ではこうやって1枚目にアビスパが出ているということが一つ の今の喜びになっているんですよね。まあ今まではファーストステージの方も結局アビスパ14位だったわけですからね、そうですよね。しかしまあそのピッコリ監督が言う前田とそしてビスコンティの加入と自信という部分、本当強くなりましたね。強くなりました。ご覧のようにアビスパ福岡は実は得失点差はプラスに、全て勝ちも負けも1点差なんですよね。そして下の方はご覧のようになっています。マリノスがまあ、ちょっとファーストステージで優勝しましてね、モチベーションが下がってるんで、こういう風になってるのかなというね、そんな感じもしますけれども、さあそれでは両チームのセカンドステージのここまでの戦績を見てみましょう。まずはアビスパ福岡です。いや、ジュビロ磐田、アビスパですね。ちょっと8月12日、鹿島のところ間違ってますけども、1対1の同点ですね。しかしまあこうやって見てみますね、とにかく名古屋に勝ったのが一つ大きな起点になったかなって感じがしますね。なるほど。その時にはピッコリ監督もやっぱり名古屋というビッグチームに勝ったというところが我々の大きな自信になるんだというふうに言ってましたけどもね。そうだと思います。そして一方です、ジュビロ磐田の方は8月の5日のセレッソ戦で3対0敗れたんですけれども、現在のところそれ以外は好調ということ、やっぱり福西をボランチに戻してから非常にいい形になりましたね。そうですね。得点力ありますからね。そうですね。なんといっても得点は最高の22点を挙げているというジュビロ磐田、逆にバランスで勝っているというアビスパ福岡です。博多の森球技場のアビスパ福岡ジュビロ磐田、この後は後半キックオフです。ですね、このゲームプランを少し変えてくると思いますよね。なるほどね。今はもう完全に主導権はアビスパですから、それをやっぱり変えてですね、もうちょっと活動量を増やすとかですね、ロングシュートを打つとかですね、ちょっと相手のディフェンスラインをですね、もう少し揺さぶってくると思いますよね。先ほどちょっと映ってました、後半から入ります8番をつけているのが石丸です。1対0とアビスパ福岡がビスコンティのシュートで1点をリードしている前半です。これから後半が始まります。石丸が入りました。まあ、石丸もずっとアビスパではレギュラーを張っていた選手なんですけれどもね、このところちょっとスタメンから外れる機会が多くなりましてね、まあ、やはりそれだけ競争がチーム内で激しくなってきたということなんでしょうね。そうですね、激しくなってますね。その石丸が入りました。背番号43番はビスコンティです。攻撃の中心、このビスコンティが後半も同じように攻め続けることができるか、まあ、あとはスタミナというところですけどもね。そうですね。ただアビスパにとってはスタミナという点ではこの雨というのはちょっとプラスかもしれませんね。そうですね。アビスパ福岡が1対0とリードしています。まもなく後半が始まります。過去博多の森球技場というのは19,094年、去年のジュビロ戦が最高の観客動員数だったんですが、どうやら今日はそれを上回るかもしれません。前売り券は2万枚を超えたという話も伝わってきています。その満員のスタンドの中でアビスパ福岡1対0とリードして後半が始まりました。三浦康です。小島光明から小島ノブに返しました。井原とモントージャの競り合い、ジュビロボールになります。前半は1対0とリードして終わったアビスパ福岡、実はいろいろといい数字がありましてね、アビスパはこの2000年のシーズンは前半をリードして終了した試合は4勝0敗、負けてないんですよね。なるほど。常にリードすれば後半は守りきれるというのがアビスパなんですけどね。私もキャンプの取材に行きましたけども、本当に宮崎の単位がもうずっとよく走ってましたからね。それだけフィジカル面を鍛えてきました。その自信が今の成績につながっています。アビスパ福岡です。鈴木から井原、ボールを取りに行くのは西から高原です。そして藤田というところ、アビスパがボールを取って野田、平島、もう一度野田、服部です。
この後半が始まってしばらくの時間帯はアビスパにとっては要注意の時間ですね。そうですね、はい、鈴木奥久永に代わって入った石丸が交代します。中山あと2点で数に並びます。ボールを取りに行く中には高原がいます。オーバーヘッドで切り返して高原ゴールラインを割ります。前半は1対0とアビスパが1点リード。博多の森球技場は雨が降っています。ただ傘の花は咲いていません。もうそれだけお客さんも試合に集中しています。バット浮かしてモントージャ、モントージャと井原、今日はモントージャがよくボールをキープしているんですがここは井原です。今度は前田と中山、服部です。藤田へ、西がスーッと右側です。こういう形、はい、初めてですよね。高原が中にいます。その前の中山、シザーズしたところの中山に合わせていこうとしました。このビスコンティがキープしてる、あ、ちょっとミスパスしましたね。福西、中山です。福西、この福西は要注意。そして中山、オフサイド、あ、あります。オフサイド、オフサイド、オフサイドですね。今日はこのオフサイドでよくチャンスをアビスパが潰しています。本当にいい形でラインを通す、ね、今初めてですね、いい形ですね、はい。タッチライン終わりました。ちょっと選手が痛んでいます。服部です。レクサさん、はい、両チームのハーフタイムのコメントですが、アビスパのピコリ監督はいいゲームをしていると、調子はいいからこのままいけ、ただあのミスを起こさないように大事にいこうということです、はい、それからジュビロのハジブスキー監督、ミスからの失点になってしまったと、後半はより良いゲームコントロールをしなければならない、それを期待しているということです、はい、やはりあのそのまんま前半の試合の内容まんまのコメントという形ですけどね、はい、こちらがハジブスキー監督です。ジュビロは現在 J リーグ通算149勝、今日勝てば150勝目ということになります。ちょっとこういう風にパスのスピードタイミングがずれるということが今日はありますね。今日だからこのスリッピーなところがですね、ちょっと読めてないですよね、はい、服部、福西です。右に開いたのは奥、三浦康が応対に入ります。もう一度福西、よくこの中盤で潰しています、バディア、バディアですね、ディフェンスも頑張りますしね、はい、右サイドから奥が上がっています。中山、そして高原というツートップが中にいます。中山、外しました、ようやくと言いますか、はい、初めてと言いますか、サイドからね、サイドから入って中山がね、初めてヘディングしましたよね、はい、今の場面もう一度、はい、奥が切り返して、切り返して中山ですね、まあ、しかし小島がついてますからね、はい、やっぱり十分なヘディングはさせてないですよね、今日はとにかくこの中山高原という2トップをアビスパがどうやって抑えていくかというのがポイントだったんですが、ここまではその2人をきっちりと抑えています。中山との競り合い、バディア、ピッコリ監督が言ってたんですけれども、やっぱり前節であのアントラーズの平瀬、あの辺を抑えたと、はい、柳沢と、そうですね、ですから、はい、あの辺を抑えたことが一つの自信になっていると思うと、はい、まあ、確かに中山、それから高原はいい選手だけれども、もし彼らがこの J リーグ最高の2トップであるならば、どうぞジュビロさん優勝してください、はいはい、ちょっとこう、はい、相手を刺激するようなコメントも言ってましたけども、まあでも確かにあのアントラーズの2人を抑えたっていうのは大きいでしょうね。さあ高原です。今度は藤田を使おうというところでしたが、きっちりとパスコースをカットしています。アビスパ、バデア、今日はこのバデアが非常にいい動きを見せています。
石丸、ビスコッティですよ、はい、これでまたビスコッティ、ビスコッティですね、その前に、西がカットしました。そして福西、また取り返したビスコッティ、スーッと右サイド上がっていきますが、中を使います。中はモントージャ、平島が上がっています。モントージャ、もう一度中、ハットリですね、ですね、取らないですね、やっぱりこういうふうに右からは平島が上がっていく、はい、そして中にモントージャがいて開いた服部がいる、非常にジュビロとしてはたくさんのところに気をつかなきゃいけないですよね。そうですよね、はい、でジュビロは狭いですからね、はい、これすぐ取られるんですよね、無理して無理してもっと広く使わないと、はい、これ逆サイドまたビスコッティがいますね、キーパーに当たりました、キーバックに当たりましたね、しかし本当にビスコッティっていうのはいつもフリーの場面でいますね、はい、アビスパ福岡がコーナーキックを得ました。後半戦初めてのコーナーキックです。後半スーッと今画面の中に前田が入ってきました。蹴るのはビスコンティ。アビスパは両サイドのコーナーキックをこのビスコンティが来ます。バンザー、三浦です。バディア、ボールを取られて、さあここから集中しなければいけない高原、中山が前を走る、小島光ボールを取り返しました。本当に今日はアビスパ福岡よく守っています。2トップを消しています。西、中山、ああいう難しいとこ難しいとこ出しますからね、中山に出してもですね、周り相手敵ばっかりなんですよね、マリノス戦あたりはもうちょっと藤田あたりが自由に動いて、はい、そして西ももうちょっと効く形で攻撃の人数がものすごく多かったんですけどもね、はい、中山に当ててきます。三浦康、単調になってしまっているのか、それともアビスパが単調にさせているのか、ね、さあ崩した、あっとモントージャが潰される、笛はありません、はい、今シーズンは7点入れているモントージャです。ただジュビロも井原、田中、鈴木という本当にディフェンダーは強固です。これでかわしたチャンスですよね、奥、中には中山がいる、高原です、ナイスクリアですね、今はいいスピードに乗っていいセンタリングだったですかね、はい、あビスコンティ、アディアに当ててもう一度ビスコンティ、ビスコンティもああいう競り合いになるとやっぱりね、はい、ちょっともう無理しないですね、フリーでボールの先はもう本当に上手いですけどね、はい、それとやっぱり動くところ、それからまあ休むところという、そういう強弱がうまいですよね、はい、服部、これはちょっとファールをもらったという感じになりました。服部です。やっぱりあとは気をつけなければいけないのはこういうセットプレーになりますね。そうですね、セットプレーになりますね、はい、こういう時に中山の動き、こぼれ球ですよね、はい、まあ、一発で入らなくてもこぼれたやつを中山は狙ってますからね、福西、そして田中というところが上がっていきました。蹴るのは藤田、いや、あ、一番遠くにいた今田中を使いに行きましたかね、田中に合わせていきました。博多の森球技場は現在1対0、アビスパ福岡1点リードが続いています。